どうも、ささんです。今回はですね、毎月月末恒例買ってよかったもの紹介やっていきたいと思います。で、今まではですね、ランキング形式でだいたい5つぐらい紹介してたんですよ。ただ今回からですね、順不同でいきたいと思います。正直ですね、あんまり、順位付けすることってそんな重要じゃないなって思ったのと、しんどいんですよね、単純に。これ何位とか決めるのしんどいんで、ね、今回からですね、まあ、順不同ということでやっていきたいなと思います。なので、一番最初に紹介したからとか、最後に紹介したからとか、まあ、そういうね、深い意味はないので、あんまり、ね、気にせずに、見ていただけたらなと思います。はい、というわけで早速一つ目紹介していきたいんですけども、それがこちらですね。 JBL の完全ワイヤレスイヤホンでツアープロ2という製品でございます。このイヤホンね、最大の特徴はというと、ケース正面にディスプレイ搭載してるんですよ。これね、今ディスプレイ表示されてないんですけど、タップするとこんな感じでね、ディスプレイがついて、左から右にスワイプすると、ロックを解除してですね、いろんな項目設定することができます。で、上の方にはイヤホン本体の充電残量が書いてたりとかね、L100%、R100%、ケース 95% で時間も書いてますよね。で、ちょっとね、右の方にスワイプしていくと、まあ、音量調整であったりとか、外音取り込みとか、ノイキャンのね、設定だったりとか、まあ、ちょっとイヤホン本体取り出すか、取り出さないとね、設定できない項目とかもあるんで、ちょっと取り出してね、見てみたいんですけども、この画面はイコライザーの設定ですね。今、イコライザー有効になってるんですけども、まあ、ワンタップでね、有効無効切り替えたりとか、さっきスタジオだったんですけど、クラブ、バス、ボーカル、ジャズとかね、まあ、こんな感じで切り替えたりもできるし、本当にね、いろんな設定項目あります。スマホのね、アプリにも対応はしてるんですけども、別にアプリ使んなくてもね、全然ケースだけで、十分かなっていうふうに僕は思いますね。はい。むしろ設定項目多すぎてね、すごいなっていう感じなんですけど、本当に。まあ、こんな感じ。まあ、これがね、最大の特徴で、イヤホン本体もね、ちょっと見ていただきたいんですけども、まずね、こちら、デザインどうでしょうか。個人的にはね、めちゃくちゃ、こう、かっこいいというか、洗練されたね、デザインなんじゃないかなと思いますね。で、僕がね、気に入ってるポイント、一つ目なんですけども、これ、付け心地が非常に良くて、というのもですね、僕今まで、ね、一番付け心地いいなっていう風に思ってたイヤホンは AirPods Pro なんですよ。その AirPods Pro とですね、形似てないですかね。どうでしょう、この丸っこさというか耳に当たる部分の形状で、イヤーチップの、まあ、向いてる向きはですね、まあ、若干違うんですけども、結構ね、近いです。まあ、どっちかというと AirPods Pro の方がね、まだ付け心地はいいと思うんですが、これもね、かなり、個人的にはいい線いってると思いましたね。まあ、この辺ね、人によってね、付け心地の好みっていうのは全然違うんで、まあ、耳にね、合う人もいれば合わない人もいるっていうのは当然なんですけど、僕はね、かなり、付け心地いいなっていうふうに思ってますね。で、あと、音質についてもね、もちろんこれいいんですよ。JBL の多分最上位のイヤホンだと思うんですけど、まあ、最上位だけあってね、かなり音質いいと思いました。で、さっきもね、お見せしたんですけども、イコライザー調整がね、可能になってるので、本当に自分好みの音にすることできるので、もともと音質いいっていうのはもちろんなんですけども、そういう感じでね、調整してあげることで、さらにね、自分が好きな音楽に合うような、ね、音質にしてあげることできます。で、あとノイズキャンセリング性能、これもね、かなり高いなっていう風に思いました。僕ね、このイヤホンを買う前まで、BOSE のクワイエットコンフォート2ってやつをね、メインで使ってたんですよ。でね、その BOSE のやつ、かなりね、外音取り込み強かったんですけど、なくしちゃったんですよね。出かけた時に。なので、その代わりになるね、イヤホン。まあ、BOSE のやつ買い直してもいいんだけど、ちょっと新しいの使ってみたいなということでね、今回この、まあ、JBL のね、ツアープロ2買ったんですが、これもね、かなり、強かったですね。まあ、感じ方、個人差あると思いますし、ネットの情報だと、BOSE とか AirPods Pro の方が、まあ、ノイキャン強いっていう風に言ってる方もいるんですけど、僕はですね、こっちの方がなんかね、強いような気がしたんですよ、ノイキャンについては。ノイキャンの性能をね、かなり気にするっていう人にもね、おすすめできるイヤホンになってると思います。で、ここからね、ちょっと気になった点についても触れておきたいんですけども、外音取り込み機能について、これね、ちょっといまいちでした。BOSE の Quiet Comfort 2とか AirPods Pro って本当にね、つけてないぐらい自然なんですよ。まあ一番いいのは AirPods Pro だと思うんですけど、その2つに比べるとですね、結構このイヤホンは、まあ、劣るなっていう印象ですね。まあ、悪くはないし、使えるっちゃ使えるんだけど、もうちょっと頑張ってほしかったなっていう、感じはね、まあ、ありました。
あとは通話時のねマイク音質も僕はね直接聞いたわけではないんですけど、あんま良くないらしいです。で最後にこのケース本体がちょっとでかいんですよ。まあディスプレイ搭載しているっていうのと、あとはバッテリーもね結構大容量で、これねイヤホン単体で最大10時間でケースの充電も合わせると、最大40時間まで使うことできるっていう風になってるんですよね。まあそれもあってってことだと思うんですけど、ちょっとケース本体はね大きめかなっていう印象が受けました。まあそんな感じでですね、不満点もちょこちょこあったはあったんですけども、ディスプレイついてるっていう点非常に面白いし、これはねかなり面白いイヤホン出てきたなと思いました。はいはい、続いて2つ目なんですけども、はい、こちらのメガネでございます。どうでしょうか、これパッと見ね普通のメガネに、見えますよね。ただ実はねこれ普通のメガネではなくて、このね何て言うんだろう、このかける部分、ここにスピーカーをね搭載してるんですよ。なので、これねこうやってメガネかけますよね。すると自動的に電源が入るんですけども、スマホとねペアリングすることによってスマホで流した音楽が、そのスピーカーから出力されてね聞くことができるという製品になってるんですよ。で僕ねこれ自分で買ったわけではなくて、アンカーのね日本初出店のアンカーストアに、先日ね遊びに行ってきたんですけども、その時に ねプレゼントしていただいたんですよ。アンカーの方からよかったらね、使ってみてくださいということで、別に案件とかではなくてね、あの紹介もしなくていいっていうものなんですけども、実際使ってみたら、ね、よくて、まあ、正直ねこれ使ってみた感想としては音質はねそこまでっていう感じです。やっぱねさっき紹介した完全ワイヤレスイヤホンとかの方が全然音質はいいなというふうに思ったんですけども、かなりね楽なんですよね。耳の中にねこう物を入れるとか、そういう感じではないので非常にね、つけていて快適なんですよ。このメガネつけても周りの音っていうのは全くね、遮音しないので、イヤホンと違って、人とね問題なく会話できますし、あとはですね一応マイクっていうのもついてるので、この状態で、相手の声を聞きながら、自分の声をね届けるっていうことも、可能になってます。で本体重量もねちょっと測ってみたいんですけども、ちょっと参考までに、僕のメガネです。僕普段メガネかけてないんですけど、車の運転用にね、メガネは持ってるんですよ。ちゃんとねこうレンズが入った、まあ、ちょっとフレームが細いね、ジーンズのメガネなんですけども、これが、23g、そしてこのねアンカーのサウンドコアフレームカフェ、こちらがですね、33g ですね。ただ一応言っておくとね僕、レンズ撮ってます。最初はですねクリアレンズみたいなのが入ってたんですよ。一応ねブルーライトカットみたいな機能あったのかな。ただ僕はですね度が入ってないならいいやと思ってね、ついてても指で触って汚れたりするのが嫌だったんで、まあ、撮っちゃってね使ってるんですけども、ね、非常にねいい感じです。でご飯食べる時とかはね、僕普段メガネかけないのでなんかこう当たる気がするんですよ。まあ当たんないんでしょうけど、それが嫌なんでこうやってね頭の上にこうやってなんか梅宮アンナスタイルみたいなね、これ見てる人に通じるかわかんないんですけども、こうやってね頭の上にやっててもこう音は出るんでね、 YouTube で動画見たりとか音楽聞いたりしながら、まあ、ご飯食べたりするんですけども、これでもね、全然快適ですね。で当然バッテリーを内蔵しているデバイスなんですけども、最大での使用時間、音楽再生時間は 5.5 時間までですね。で IPS4 のね防水規格にも対応しているので、まあ、例えばね、外でランニングしながら使うことっていうのもできるし、まあ、機能性もね非常に高いんじゃないかなと思います。でこれも一応気になる点についてもね触れておくと、まず充電がね、専用のケーブルなんですよ。まあ、こういったねケーブルがあってで、メガネのねこの下の部分接点があるので、マグネットでこうパチッと、くっつけるようになってます。完全ワイヤレスイヤホンとかじゃなくてね特殊なデバイスなので、これしょうがないのかなとは思うんですけども、やっぱりできればね USB Type C とかの方が、まあ、使い勝手はいいのかなと思いました。そしてですね2つ目、音漏れについて、音漏れするんじゃないのって思ってる方いるんじゃないかと思いますが、音漏れします。まあ、音漏れっていうかね、そもそも、耳の中に入ってるわけでもなく、耳の上に単純にスピーカーが乗っかってるっていうイメージなので、もう全然ね、ダダ漏れっていう感じですね。普通に音楽聴いてたら、隣にいる人とか周りの人にガンガン聞こえると思うので、電車の中で使うとか、そういったことにはね、向いてないと思います。周りに人がいない場所、できればね、やっぱり自分の家とか、まあ、部屋とかでね、使うのがベストなんじゃないかなと思いました。で、最後に音質については、そこそこなので、まあ、次期モデルがあるなら、まあ、もうちょっとね頑張ってほしいなっていう、感じはあったんですけども、まあ、僕初めてこういったね、メガネ型のデバイス使って本当に快適だなと思っ
ったので音質重視の方にはね向かないと思いますが、ながら聞きのね、まあ、イヤホンとかスピーカーみたいなの欲しいっていう方にはねおすすめできる製品だと思います。はい、じゃあ次が3つ目なんですけども、それがこちらでございます。 CIO のモバイルバッテリーですね、製品名はスマートコビープロケーブルっていうもので、本体にねケーブルを内蔵しているっていうのが特徴なんですよ。これわかりますかね。正面から見ると何の変哲もないモバイルバッテリーって感じなんですけども、横の溝にねこういう風にケーブルが収納されているので、これをね引き出してこうやってねスマホの充電するっていうことが可能になってます。で出力は、最大で 35W ですね、まあ、結構ね出力高いのでノート PC とかの、充電にもね、まあ、いけるんじゃないかなと思いますね。でさらに反対側にもね一応 USB タイプ C 端子があるので、スマホを2台充電したりとか、あとはですね、スマホとワイヤレスイヤホン充電したりとか、そういった使い方できますね。で本体のバッテリー容量は1万ミリアンペアワーになってます。まあ、スマホを2回分ぐらいはね、充電いけるので、ちょっとした旅行だったりとか、あとはですね友達に貸してあげたりとか、そういった使い方もね、十分できると思いました。で最後ね便利なポイントなんですけども、バッテリーの残量がね横のディスプレイで、すぐに確認できるんですよ。なんかランプがついててね4段階とかであとどんぐらいっていうのが、まあ、分かるタイプあると思うんですよね。そういうのでもね、まあ、十分だと思うんですが、よりね細かく分かるので、どっちかというとね、こっちの方が、まあ、便利かなとは、思いましたね。はい。で今回僕が購入したのは USB Type C ケーブルがね、内蔵されているモデルなんですけど、これライトニングのやつもあるし、あとはですねこのケーブルこっから外すことができるんですよ。で別売りの、ライトニングのやつを買って、ライトニングに交換したりとか、まあ、必要に応じて、使い分けるとか、そういったことにも、対応してます。で横言えばですねケーブルだけじゃなくて、コンセントに直接差し込めるね、まあ、プラグもついてたら完璧だったなとは思うんですけども、まあ、これはこれでね非常に、便利。これ1個ね充電満タンにしといてバッグの中に忍ばせておけば、1万ミリアンペアワーでね、スマホの充電切れる心配とかもないと思いますし、お値段も比較的リーズナブルかなと思います。今 Amazon で見るとね、これが6500円ぐらいで販売されてるんですけど、 Amazon セールとかだともうちょっと安くて5000円台ぐらいで買えるので、まあ、気になった方はですねぜひ Amazon セールで、ね、チェックしてみてください。はい、そして4つ目がこちら、ピタカの充電スタンドですね。マグイージースライダー2っていう製品で、これもねピタカさんから製品提供いただいたものなので、まあ、番外編的なね立ち位置なんですけども、まあ、非常にねこれ良かったですね。まず見た目のデザイン性非常に高いと思うんですよ。すごいねこれかっこいいですよね。まあ、なんか背景の、壁の色とかにね合ってるからっていうのも、まあ、あるかもしれないんですけども、まずねこのデザイン非常に気に入りました。で充電スタンド、マグセーフ対応の充電スタンドなので、まあ、当然ねこう iPhone を、充電することできるんですよ。もうこれだけでね充電できていて、でもちろんねこれ横向きにも、対応します。はい、この状態で充電できてますね。でこのスタンドのね土台部分は今両面テープみたいなので、貼っ付けてるんですけども、その土台が固定されていて、上の部分はこんな風にね、回転させるっていうことができます。これでね角度を変えて、まあ、例えば動画とか見たい人はですね角度変えてね、横向きにして動画見るとか、そういうこともできるし、で横にねスイッチがあるので回転させたくないっていう方はですねスイッチを下に下ろして固定してあげるっていう、そういったことも可能になっています。で実はねこれモバイルバッテリー機能っていうのもありまして、この部分がね取り外しできるんですよ。こうやってね充電したまま上にね引き上げると、まあ、こんな感じでですねマグセーフモバイルバッテリーとして使うことができて、このマグセーフモバイルバッテリーに関しては出力が 7.5W、 そしてバッテリー容量は 4000mAh になってます。モバイルバッテリーの底面には USB Type C 端子があるので、まあ、旅行とかにね、これを持って行って、まあ、夜中にね、充電して次の日またモバイルバッテリーとして使うとか、そういったことも可能になってますね。で、このスタンドの背面についてなんですけども、なんかこう充電できそうなマークがありますよね。これどうやって使うのかというとですね、付属のこういった小さいパーツがあるんですよ。これをね、後ろに当ててあげるとマグネットでくっつきます。で、この上に AirPods Pro とかのワイヤレスイヤホンを乗せると、こんな感じでね、充電もできてしまうというね、優れものになってるんですが、さらにこれだけじゃなくて、先ほど紹介したこの JBL のイヤホン、これとかだとサイズがね、でかいので、
まあ、今一応充電はできてるんですけど、途切れたりすることあるんですよ。これどうやって対応させればいいのかというとですね、この充電の台を一回外してくるっと回してね、くっつけてあげるとちょっと下に下がるんですよ。で、もっとねこの充電の位置がちょうど良くなるというか、まあ、サイズが合わないイヤホンとかはこうやってねちょっと微調整というかね、2段階で位置を調整してあげるってこともできます。で、最後なんですけども、ちょっと回転させてね、この横にUSB Type-C 端子がついてるんですよ。これ何かというと、別売りのねアダプター、 Apple Watch のアダプターっていうのがありまして、それをここに取り付けてあげると Apple Watch の充電も同時にすることができるというね、4-in-1 の充電スタンドになってます。本当にねこれデザイン性も高いし機能性も高いので、興味ある方はねこちらもチェックしてみてください。はい、ということで今回最後の5つ目がこちらのカメラでございます。これが最近発売されたばかりのソニー ZV-E1 っていうね、まあ、ソニーが Vlog 向けで出してる ZV シリーズの、ね、最新最上位モデルですね。このカメラね、本体非常に小さくて軽量なんですけども、搭載されてるカメラのセンサーはですね、フルサイズセンサー、非常に大きなセンサーを搭載していてですね、さらに同じくソニーが出している α7S3 っていうモデルと同じセンサーなんですよ。このセンサーはね、有効画素数こそ低いんですけど、その代わり暗所に強くて、ね、ノイズが少ないね綺麗な映像を撮影することできるんですよ。で、背面にねファインダーがなかったりとか、あとは SD カードスロットが一つしかなかったり、機能的にはねちょっと割り切った、カメラではあるんですけども、まあ、その分ね本体ちっちゃくて軽くて、まあ、持ち運びしやすいという感じになってます。で、手ブレ補正についても非常に強力で、まあ、以前の動画の中でね、検証してますので、興味ある方は見ていただきたいんですけども、歩き取りとかでもね、全然問題なく、ね、使えるくらい、非常に強力な手ブレ補正がついているので、今後ね、イベントとかに持ってってね、どんどん使っていきたいなと思います。で、どんぐらい綺麗な映像を撮れるのかっていうことなんですけども、実はですね、今回の動画の4つ目までの紹介はこのカメラ使ってました。多分気づいた方いないと思うんですが、このね、ZV-E1 に、まあ、今つけてるレンズじゃなくてですね、さっきまではソニーの 2470GM2 っていうね、まあ、いいレンズつけてね、撮ってたんですけども、まあ、気づいた方いないですよね。これ気づいてる方いたらね、マジでビビるんですけど、多分ね、ソニーの人でもわかんないんじゃないかと思いますが、さっきまでね、このカメラで撮っていて、すごいね綺麗に撮れてたんじゃないかなと思います。まあ、ただねこのカメラ、小さいのでこう放熱性がいまいちというか、長時間使ってると熱停止することがあるみたいなので、まあ、僕はね、室内で使うのは別のカメラで、さっき言ったみたいにねイベントとかに持ってってねどんどん使いたいっていう風に思ってるので、そこはねこう切り分けていきたいなと思うんですが、非常にねいいカメラだと思いますので、まあ、YouTube とかやってないとね別に必要ないものだと思うんですけども、興味ある方はねぜひこちらもチェックしてみてください。はい、ということで今回は2023年4月の買って良かったものの紹介でございました。今回の動画の中で紹介したものについては概要欄にリンク載せておりますので、興味あるものはぜひチェックしていただけたらなと思います。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。